皆さんこんにちは、安田美沙子です。なんと重大発表があります。イエーイこの度ですね、素敵なゲストが来てくれます。私のモノマネを長年やってくださっていて、なんかみんなからまたやってたよってすごいメールが来たりとかしてましたけども、とっても嬉しかったです。それが、はい、優しくてかっこよくてお芝居も上手で、まあでも優しいのが一番かな。本当に優しさの塊みたいなあったかい京都の人です。その方に知り合ったのはもう結構前ですね。東京に来だしたぐらい、23歳ぐらいとかなんで15年前ですね。なんでそんな15年前ぐらいの時代の私を知ってくれている人ってすごい少ないと思うんですけど、なんか久しぶりにこう再会して、あーなんかすごいこういう方って貴重だなって思いました。まあ、自分のデビュー当時をしてくれてて、まあうちにも来てもらったこともあるし、あの頃の若かりし自分を知ってくれているっていうのもあるし、うん、なんかうちに来て一緒のお酒飲んだりしたかな昔ね。その頃はなんか緊張したりしてましたけども、こういろんな時代を経てまたこうやってお会いできるんだなって、なんかとても不思議な気持ちになりました。企画内容はもうずっと驚きの連続でした。なんかこんな日になるとは私は思ってなかった。もういつものように淡々と楽しく YouTube をマイペースにやろうって思ってなんか来たので、なんか今日はうまい酒が飲めそうな気がします。終わっもう帰ったら一杯飲みたい、一杯と言わずもう飲みたい、すごいそんな素敵な日になりました私にとって。久しぶりに再会できて本当に嬉しかったです。なんかこう家族親戚に会えたような感じで気持ちがほっこりしました。なんか昔話をしたりとか人生を語ったりとかいろいろしましたので、ぜひ見てほしいなと思います。明日から動画が公開されますので、見逃さないように絶対に見てください。よろしくお願いします。